戦後警察署に奉職していた祖父の体験。昭和30年代新潟の県北にも車が見え始めていた頃、夜間自損による交通事故が発生しました。祖父と部下が現場に到着すると救助を求める声がします。急ぎガラスの割れた助手席を覗くと、上半身だけの男が救助を求めていました。救急車が到着する前に男は息絶えたのですが、下半身は車から30メーターも離れたところに倒れていたそうです。